first, we are finna play this one game called Token. Don't at me, bruh, because I don't know how to pronounce things. Token Rambu Warriors. Demo version save data was detected. I forgot I played the save data on that one. I mean the demo. I said save data. Let me save demo.戦闘態勢に入ってください。始めよう。ここは俺が食い止める。取り戻すしかないだ。無理じゃない。周りを見てくれ。あなたを思う。どうしよう。刀剣男子って身分も悪くないもんだ。脱ぎますか。またもや本丸の危機かい。話を聞く価値はあるか。惜しかったよ。調査の結果が認められれば主はきっと本丸にお戻りになる。お前もきっと誰かを待っている。またあなたを聞かせてほしい。何を犠牲にしても守らねばならないんだ。主の帰るこの本丸をな。Oh, he just said it. Toku Rambu Warriors. The name of it. Toku Rambu Warriors. Only did 20 seconds. Hello, it's minutes. 20 minutes? Okay. わかりました。Oh, nice. I can move the...改めまして、私は金之助と申します。以後お見知りおきを。参ったぞ。ご注目を。腕の見せ所で行ってくる。Continue the story. When you play a battle, you have cleared as many times as you like with any main and partner to measure for your choice through the replay. Increase the options of replays. And photo mode.では、それで行こう。
ここ。So we're time travelers. 天正10年、八戦場、備中高松城への時間疎行の完了を確認しました。時間疎行軍による歴史改変の結果生じる義士の演算を開始します。成功。映像を投影します。これは…クルダトロ堤防が…大秘宝現在時の政府より命令です。時間疎行軍による歴史改変を食い止め、この義士を阻めとのことです。待て、強襲調査とは何だ。それにまあいい、久々の出陣だ。この戦いで俺の実力を示すまで。おい、義士が検出されました。ここは備中高松城の戦いの真っ只中です。時間疎行軍は高松城主側についた模様。時間疎行軍に襲撃を受けている羽柴秀吉らを助け、通常の出陣通りで敵を切るだけなら単純だね。強襲調査なんて横行な名前にしては。説明はおいおいいたします。まずは皆様の働きを見せてください。あくまで腕試しってことかな。俺は構わない。なぜ俺なんかが先陣を。第一、写しの俺が隊長など。いい加減にしろ、偽物くん。隊長に選ばれるのは今回だけではないだろう。以前もお前が選ばれていた。この俺ではなく偽物のお前が。何度も言わせないでくれ。写しは偽物とは違う。この俺に何を期待しているの。偽物くんのお守りをすればいいのかな。期待はするな。俺は俺の戦いをするだけだ。羽柴秀吉がここで死ねば歴史は変わる。時間疎行軍の企みを阻止しなければ。先へ進むにはあの門を抜けなければ。バケ、ちょうどいい。あそこの兵士を助けて。門を開けてくれ。羽柴秀吉を助けに行く。分かった、助太刀、感謝する。この手、こんな山奥にハスの花が咲くのか。
羽柴秀吉の姿は。あの門の奥か。ではさっさと敵を切って門を開けてもらうとしようか。門が開いた。先を急ぐぞ。どうか殿、殿をお助けください。主君の身をあっさり任せてくれるとは、まったく人がいいと言うべきか。今あんたに死なれては困る。ここは任せ、下がっていてくれ。おお、誰か知らんが助かるんだ。おっと、遠慮なく、わしは隅っこにいさせてもらうぞ。主君は人の夢だ。 I forgot how to… まったく器が大きい。Okay, that's the select. All actions are required. Their own button in this mode is enabled. Auto attack. Okay, that's why when I was pressing these buttons.Dodge. A is to win. Then I'm not. Ore を撃つ人を侮ったこと、後悔させてやる。キル。偽物なんかじゃない。ソラ、任務が終わったぞ。どんなに強くなっても所詮は写しだ。さて、調査完了かな。羽柴秀吉の救出を確認、騎乗してください。修復が進みました。お疲れ様でした。守備は本陣を守っただけで、合戦場を離れていいのか。当然、歴史の修復はまだできていません。ですが、闇雲に動かず、一つ全ては指示通り進めてくれということかな。ずいぶん慎重なんだな。だが、この通り体調ははっきりしない。だから勝手に言わせてもらうが、俺たちの本丸の状況は芳しくない。政府の支援がなければ永劫に漂流状。この働きで俺の処遇だけでも考え直してほしいかな。是が非でも成功させるとさ。皆漂い続けることがいいとは思っていない。そうだな。
で、今後指示は主からのものだと思って進める。命令のままに。これでいいだろう。はい、結構です。その心意気で頼むよ。三日月たちにもよく伝えておいてくれ、隊長としてね。分かった。長尾の言う通りだな。心して望んでもらいたいもんだ。確かに主がいない僕たちがこの本丸を守るには。ど、報告受けたまわったぞ。驚いたか。いやいや、すまんすまん。あんまりにも悲壮な顔してるもんだからさ、ついな。まあ気楽にやるのがいいのさ、こういう久々の戦い。結構じゃないか。なんなら変わってほしいくらいだぜ。どいつもこいつもやはり俺には。これは愉快。ではそれで行こう。のんびり過ごすの。ではそれで行こう。さて、皆への報告が済んだなら調査。ああ、紺之助。説明の簡略化のため、この調査ではあえて義士、正士と言わせていただきますが、備中高松城の戦いでは水攻め策の正比が鍵です。堤防の破壊を防ぎ、正士の堤防投影された映像にあったものか。はい、堤防建設を指揮するのは天才軍師黒田官兵衛、羽柴。へえ、早速要所じゃないか。気を抜かずに行きたいも。ああ、新たな流れが検知されました。他の者の見せ場まで。俺に構うな。堤防を破壊して水攻めを阻止するか。いかにも時間差等分好みの力を知る。すでに戦闘が始まった。急ぐぞ。俺に指図。やる気が出たようで何を。獣どもの狙いは我らではない。包みを防衛せよ。へえ、この状況で指揮を取るとは。さすがは黒田官兵衛といったところか。だが、すでに堤防は何箇所か脆くなっている。これが羽柴の堤防か。
随分と大きい。よくも突貫工事で作り上げたものだ。敵の増援と、なんだあれは。時空の歪み、時間差暴君の侵入口です。まずはあそこを塞いでください。済ませようか。ぶった切ってやる。敵に死を与えたい。こんな風に育つものなのか。新手が来たか。格下がどれだけ来ようと無駄だというのに。あいつらも全部切ればいいんだ。Lord Jesus. 敵の数が多すぎる。何か手を打たなくては。押し切られる。要請を承認。With me, I'll call the charlie in my head. I promise everything will be alright.切れ味はこんなものではないよ。時間素行軍の侵入経路は全て潰した。黒田官兵衛が俺たちを見ている。修復が進みました。見事でした。ヤマンバギリ国広、ヤマンバギリ長義、連携による力の解放もできる。しらじらしいな。俺たちに何をした。手助けを施さなければ、あれほどの多勢を相手に勝てない。仕方ない。必要に応じて連携するか。俺の足を引っ張る。それが連携する態度か。主に天下無双の名前を与えられるよう励み。よろしいですか。次の戦いに備えてまた強くなるか。俺こそが長義が打った本家ヤマンバギリ。どうかしたかな。よろしいですか。ご注目を。これが本家の実力だよ。
聞きください。ご注目を。俺の力を見せつけられそうだ。お聞きください。ヤマンバギリ国広だ。なんだその目は。悪くないと思う。これで戦うのか。俺こそが将棋が打った本家ヤマンバ。今まで以上に見せ場が増えそうだ。今まで以上に見せ場が増えそうだ。これが本家の実力だよ。これが本家の実力だよ。使いこなせればいいが。はい、わかった。ではそれで行こう。堤防は破壊されずに済んだ。水攻め策はこれでなるはずだな。いいえ、演算結果は未だ義士の流れのままですよ。時間素行軍はまだ策を持っていますが、残念ながら次の2つの地点は戦場の詳細分析ができていません。合戦場をくまなく探ってください。分析が進めば調査完了への道が開けるでしょう。いきなり難度が上がったな。まあ時間素行軍との知恵比べに。新たな流れが検知されました。This game pretty fun, I'm not gonna lie. 毛利の援軍が到着し加勢し始めた。どうにも時間素行軍側に都合が良すぎる展開だ。毛利はおそらく時間素行軍の干渉を受けたのでしょう。干渉を受けた。転送された情報を見る限り、時間素行軍は将たちを自軍に取り込み手足としています。目を覚まさせるためにも操られている将兵も時間素行軍同様。人間を相手に戦えということか。無差別に切り伏せるわけにはいかない。よく考えて対処しよう。ああ、俺に構うな。毛利に時間素行軍の干渉を受けた者がいる。そいつを正気に戻せばいいんだ。干渉を受けたのは指揮権を持つ者ではありません。将以外の奴らに構う必要はないだろう。我々は頼もしい味方を得た。行け、織田軍を踏み潰すのだ。時間素行軍と一緒になって戦う。少しお灸を据えてあげよう。
そこだ。やってるな。こっちだ。荒領事だが、これで正気に戻るぞ。他の将を探す。はい。Where'd he go? Why am I only hitting one person with this attack? Uttagitte yaru! Teki ni shi o atae tai. Kore de futari. Ato hitori demo tatakeba, otonashiku te. Daga, Mori gun no shiki wa takai mama da.残る将を倒すだけで収まる。これより先は戦場の解析が不十分です。よって戦闘を中断します。あとは何とかしろということだ。ずいぶんなアメリカもいたものだ。返すべきだろうか。どうかな。いいですね。寄り道が当たりを引くこともあるかもしれない。あれは時間そこも。速やかに済ませようか。そこだ。ぶった切ってやる。敵に死を与えたよ。もう隠れている奴はいなそうだ。残りの武将も片付けるか。またしてもお前たちが助け立ちに感謝するぞ。別に味方をしているわけじゃない。俺たちにも目的があるだけだ。さて任務完了か。
本領を発揮しようか。なぜ我々は織田方へ攻め込んだのか。急いで引け、黒田に使者を。皆正気を取り戻したようだな。これで歴史は元の。ああ俺だ。Investigation complete. I felt like Xenoverse opened up the door to do like a lot of time traveling, space destroying travel type games. これからも精進しよう。よろしいですか。たまには店でも覗いてみようか。ご注目を。ご注目を。おやおや、これは風流だね。よろしいですか。まだまだ高みを目指せるかな。残しましょう。ではそれで行こう。心してください。高松城は完全に水上に孤立したようだ。この籠城戦によほど自信があるんじゃないか。何かな。その城内に十分。ああ兵糧が補給されているということか。時間素行軍が手を貸していればあり得るな。それにしてもなんだ。何、偽物くんがちゃんと考える頭は持っていたようで安心しただけさ。なんでそういちいち喧嘩を売ってくる。他の者の俺に構うな。捨てればいいだけだろう。城内に時間素行軍の姿が。やはりこの城も介入を受けているのか。時間素行軍が籠城を支援しているのは確定だ。兵糧庫を調べるぞ。随分と兵糧に余裕があるし。だがあのまがまがしい気配。ああ時間素行軍に守られている。まずは指揮している奴を倒すぞ。兵糧から妙な気配が消えたな。さて他にも兵糧がないか探すとしよう。偽
偽物くん、何をぼーっとしているのかな。これで飢える人間が出るのかと少し考えてしまっただけだ。だとしてもそれが歴史のあるべき姿だ。俺たちが干渉すべきことではない。二冠祖皇軍は倒した。長老を始末するぞ。偽物なんかじゃない。命綱にしては適当な扱いだ。本当にこれで上司は降伏するのか。いいですね。こんなところに道が。まったく。うま、奥へ続いているな。お見事。いいですね。人によるとは考えにくいわ。辺りを調べるぞ。飛び込んだ兵糧は始末した。これでこの城は落ちるだろうな。ああ、城主を説得する。もう降伏を受け入れるしかないはずだ。織田の降伏要求を受け入れろ。高松城の兵糧は俺たちが全て始末した。さて、任務完了。本領を発揮しようか。 A nasty little blow there. Hide the scroll even. That tore up my good clothes and everything else.この地での調査はこれで完了だ。まあ、とても旧大典とは言えないな。偉そうに。
おや、そうかな。俺は言いつけられた教えを守っているつもりだよ。ずっとお前と同じ部隊に配属されているのは偽物くんの見張り役を…どうせ俺は…信長様。嘘じゃ。天下不武の夢叶えるんじゃなかったのか。秀吉様、すぐに毛利と講和を、明智光秀を討つ行軍路を整えましょう。勘兵衛、謀反人を裁き信長様の後を継ぐ天下人の座は目の前ではありませんか。ご運が開けましたな。ば、勘兵衛、お前何を。ためらうことはございません。信長様亡き後、天下の夢を誰が叶えられると。それは信長様の仇を取る。機内に引き返すぞ。秀吉様は天下人としてはまだ甘くていらっしゃる。あ、いや、何を不尊な。慎まねば。ああ、そうか。恐れることはないわけか。私の計略で導いて差し上げればいい。この胸の願いのままに。お見事。正式に教習調査への出陣を要請します。歴史修正主義者による類を見ない計画が始まっています。敵の目論みを調査し、時間素行軍の攻撃を阻止してください。待ってください。なぜ我々15振りが。拒否権なんてあるのかな。印までつけられているのに。部隊まで強引に決められてるんだからな、うん、交渉の余地くらいあるだろう。切迫した状況のようだ。そうだな。聞かせてくれ。主の帰るこの本丸を守りたい。俺たちの願いを叶えられるか。はい、皆様の働き次第では。はい、わかった。本作戦参加しよう。I kind of want to play with him now. Atarashii basho ga dekimashita.主に天下無双の名前を与えられるよう励みます。始めましょう。
くい。魅惑の味でしょ。おや、この妖刀を驚かすなんて。どなたかお呼びですか？どなたかお呼びですか？Didn't know you can like interact with them. 気のせいか。敵か？少し気が立っていたようだ。はい、わかった。お茶の時間だね。勝手にしろ。誰？くすぐられてるような気がするな。疲れてるのかな。いや、そんなはずは。わかった。では、教習調査を正式に続けましょう。第五部隊、連戦。何？連戦とは何だ？いえ、まだです。なぜなら次に向かう地点は天正十年山崎の戦いですから。羽柴秀吉はまたも苦境に立っています。なんだそれは。備中高松城の戦いからほんの数日先か。敵ちょっと邪魔されたくらいじゃ。時間速攻軍め、いまいましい。さっさと止めてこい、山ん切り。だが他の奴らは留守居か。俺たちばかりが見せ場をもらうとはね。単に戦力の分散です。義手の流れはすでに5つほど見えています。各部隊にもいずれ連戦に出てもらいますよ。全員各。なるほど、5つもあるんだ。だから変則的に5部隊編成なのか。しかしそうなると出番が来るまで暇ですね。脱いで待ちましょうか。出陣していない部隊も本丸でやるべきことはあります。まあそのうちに分かると思います。第五部隊以外はゆるりと備えてください。ならば遠慮なくジジイは休ませてもらうか。第五部隊頼んだぞ。ああ、先駆けは任せてもらって構わないよ。隊長の見せ場まで奪ってしまうかもしれないけどね。はあ、行ってくる。騎士が検出されました。山崎の戦いは本来羽柴秀吉の天下取りへの道を決定づけた合戦です。明智光秀を下し織田信長の敵を討ったことで織田家での地位を確立させました。確かにここで秀吉が負ければ歴史は大きく変わる。羽柴秀吉は現在ある宿場にて
時間素行軍により包囲されています。すぐに救出を。まだ中国大返しの途中か。足止めを。秀吉の天下取りはここからが本番だというのに。さっさと先へ進んでもらうぞ。新たな流れが検知されました。ああ、俺に構うな。任せたな。お前たちの死が来たぞ。化け物どもめ、わしは機内へ急がねばならぬというのに。そうだな。なら早いところここを出るが吉だ。俺たちが手を貸そう。あの門から外へ出られそうだな。門の前にいる敵を倒せば済むはず。足場秀吉はまだ無事だな。交戦中によそ見とは余裕じゃないか。今は敵を倒すことに集中してくれるかな。開かないか。仕方がない。他を探そう。こいつらの狙いはわしじゃ。勘弁、お前は引け。ですが、万兵衛、命令じゃ。準備はできた。時間速報がない。この程度ならすぐに勝てない。この門も開かないか。すぐだ。さっさと行くぞ。写しは偽物なんかじゃない。確かめられない。まずはこいつらを何とかするぞ。手ごわい。何を言ってる。こんな敵くらい倒せなくてどうするの。そこからなら宿場の外へ出られる。黒田官兵衛も待ちくたびれているだろうさ。早く行ってやれ。ああ、礼を言うぞ。さて、任務完了。本領を発揮しようかな。まあ、こんな付き合いも一興かな。This game is fine.これで橋場軍は問題なく進軍できるだろう。だがまだ油断はできない。それくらい分かっている。お前こそ気を抜くなよ。当然だ。秀吉様、息を整えましたら先を急ぎましょう。ああ、ひどい目にあった。なんじゃあの化け物は。妙な剣士たちの助立ちがなければどうなっていたか。あの剣士は刀剣男子というようですが、そして化け、どちらも強い力を持つ存在です。しかし時間そこを。勘弁、お前なぜ。ふと頭がさえ渡り、
理解できたのです。その目どうかなさいました？いや、お前が大事ないんならいいが。とても心地いい。この変化、喜んで受け入れよう。秀吉様のためにも。修復が進みました。これからも精進しよう。偽物くんは相変わらずだね。この晴れた空の下、陰気な顔を晒すとは。俺に構うな。今はただ出陣先で見た黒だ。思うことはいろいろあるが、さすがの風情だった。あの頭の中でいくつもの知略を。頭の中はいざ知らず、とにかく陰気に見えたけどね。仲間にとってはやりづらいことこの上ないだろう。ああ、もしかして偽物くんはおこがましくも天才軍師に何か近しさを感じたのかな。ま、周囲との距離が開かないように偽物くんも工夫するといいんじゃないかな。そうだな。そう、おや、案外首相だな。何かを。この前冷え込んだ日があっただろう。何気なく寒いと言ったんだ。すると1時間後には長谷部に布団にくるまれ、隣で野源が薬を作り始めた。俺が陰気だから、きっと病でも患ったと思われたんだろう。それはまた違う話な気がするな。どうも嫌味な。では始めましょう。好きにしろ。まだ終わりじゃない。勝手にやらせてもらう。優雅にかっこよく。さて、いよいよ山崎の戦いだ。見たところ明智軍。はい、現在中国大返しを成功させた羽柴軍は布陣するために宝石寺へ移動中ですが、もうそこには時間素行軍が待ち構えている。明智軍に宝石寺を明け渡すつもりだろうな。宝石寺に軍を入れ、天王山を先に抑えられ、羽柴軍のために道を開き天王山を。分かっているじゃないか。新
かな流れが検知されました。他の者の見せ場まで奪ってしまうかもしれないよ。共に参るか。切って捨てればいいだけだ。宝石寺はこの先だ。足場軍の進軍路を確保しておくか。邪魔な時間素行軍は俺たちが消してやる。明智軍が来るようさ。門を閉ざし足場軍の進路を阻むつもりか。急ぎ門番を倒さなければ。あまり時間はかけられない。手早く済ませるぞ。第一関門突破といったところかな。先へ進むぞ。まただ、門番がいる。分かりやすくて助かるじゃないか。さあ、時間速報軍、そこを通してもらうよ。明智軍が宝石寺に接近中。急いでください。というわけだ。先を急ぐとしようか。門が開いたら先を急ごうか。ああ、また門番か。変わり映えしない。いい加減飽きてきた。だが足止めには効果的だ。急ぎ突破しなければ。余計な時間を食ってしまった。宝石寺へ急ぐぞ。まだ明智軍は到着していない。今のうちに時間そこ。存分に鬱憤を晴らすよ。強くなるか。羽柴軍が天王山に入る道は確保できた。見なよ、羽柴軍が到着するようだ。ここでの俺たちの役。Just like that. Easy, quick, and simple. 修復が進みました。おい。いや、悪くない戦いだったと思っただけだ。連携も取れてきたよ。これぐらいで感心されてもな。調査を進める上では当然だろう。そうか。どうした？視線を感じた気がしたんだが、気のせいか。すまん、戻ろ。 Somebody was watching you. Thank you.
俺一人で十分だ。では始めましょう。全力を尽くすのみ。どうした？どりゃ！手や！どりゃ！よっ！どうした？手や！手や！と！どうした？手や！どうした？手や！得た力は手にするべきだな。俺こそが将棋が打った本家ヤマンバリー。どうかしたかな。そんなにマジ。これが本家の実力だよ。これが本家の実力だよ。今まで以上に見せ場が増えそうだ。今まで以上に見せ場が増えそうだ。俺の力を見せつけられそうだ。悪くないと思う。悪くないと思う。これが本家の実力だよ。俺の力を見せつけられそうだ。これが本家の実力だよ。今まで以上に見せ場が増えそうだ。今まで以上に見せ場が増えそうだ。これが本家の実力だよ。これが本家の実力だよ。今まで以上に見せ場が増えそうだ。任せてもらおう。橋場軍と明智軍が交戦を開始しました。詳細は不明ですが、橋場軍が押されています。さては時間素行軍が加勢しているな。急ぎ救援する。山崎の戦いも大詰めだ。さてすんなり勝たせてもらえるか。新たな流れが検知されました。ああ任せて。俺に構うな。
切って捨てればいいだけだろ。明智軍の優勢を覆す鍵はやはり時間底軍か。ああ、奴らがいなくなれば羽柴軍に勝機が訪れるはずだ。あそこにいるのは明智光秀か。遠くを見つめているが一体何を考えられるとすれば戦況把握のためか。だが伝令兵を使わず目視で。明智光秀の家臣の軍勢だが時間底軍の支援を受けている。どう見ても黒田官兵衛の軍が劣勢だね。時間底軍は俺たちが引き受けている。まあこんなところだ。ここはもう大丈夫だ。新たに時間底軍が出現しました。ここも明智軍が優勢だ。どれだけ奮闘しても相手が悪い。ああ時間底軍は俺たちが受けよう。行くぞ。化け物どもが消えた。これならば全軍に告ぐ。今こそ反撃の好機ぞ。部隊の士気が上がったようだ。戦況も時期変わるだろう。また援軍か。それも時期を計ったかのように現れる。戦況を見通す司令。戦況を見通す。しました。くそ、次から次へと。いい加減しつこいな。